ございます。おはようございます。おはようございます。リサちゃん入られます。おはようございます。お願いします。あ、どうもどうも。おはようございます。行きます。では、メイクまずやるんで、そちらスリッパを履き替えて。はい。じゃあ頑張って。はい。ちょっとメイキング最初今日撮らせてもらうんで。メイキングですか。はい。初めてですね。いやいやいや、まあまあとりあえずこちらメイクルームで。どうぞ、中入って。じゃあ今メイクさん呼んでくるんでちょっと待ってくださいね。あ、今日ですか？それも分かんないですよね。まだ聞いてなくて。どこの部屋でやるんですか？本当に広い方。何も聞いてないんです。いつも撮影内容とか聞いてる？はい、今日は、教えてもらってないです。大丈夫？メイク上がりました。はい、いいですか？はい、どうぞ。はい、じゃあすみません、お願いします。スリッパ履いて。じゃあこちらですね。はい、じゃあそこのソファに。はい、撮影前に朝食大丈夫ですか？はい。今日の撮影の内容って何ですか？今日はまだちょっとまだ言えないんですけど、そう、とりあえずまあインタビューから撮影するんですけど、まだ準備ができてないんで、全然なんか食べ物すれば。飲み物いただいていいですか？あ、いいですよ。いただきます。リサちゃんってあれなんですか？一本目の時言ってたけど、プライベートの経験人数一人ですよね、確かに。はい。その時にで避妊とかどうしてたの？コンドームつけました。コンドームつけてた。まあコンドーム、そうだもんね、普通つけるよね。絶対に。絶対につけます。もしや俺コンドームなかったら時どうすんの？しないです。しない？エッチを。大丈夫ですか？今もうごちごち準備どう？あ、準備できました。では撮影しましょうか。テーブルこれちょっと、はい、はい、はい、一作目は
初めは自分に自信がなくて後ろ向きな性格だったんですが、デビュー作の撮影以来明るくなった気がします。初めは緊張してたんですが、印象深い作品です。2作目は1作目は緊張で頭が真っ白だったんですが、2作目はエッチに対する気持ちよさが分かった作品です。3作目はいろんなコスプレができて楽しかったです。やっぱり制服が一番好きです。全然風俗とか知らなくて驚くことが多かったです。ずっとカメラ目線だったのが一番大変でした。でもローションが気持ちよかったです。ぬるぬるしてるところが気持ちよかったです。